ニューヨーヨク北部ブロンクスアパートの一室に暮らす女性を訪ねました出 <Hi. S 1> 迎えてくれたロザンナ・ラモスさんジュエリーデザイナーの仕事をしながら二人の子供を育てるシングルマザーです ロザンナさんには毎日楽しみにしていることがありますスマートフォン越しに語りかけているのは人間と話しているようなコミュニケーションを再現する AI チャットボットのエレンです。 22歳のトルコ人で救命救急医の仕事をしているといいますロザンナさんがアプリ上で作り出したエレン去年7月の出会いからおよそ8か月の交際期間を経て今年3月ロザンナさん自らエレンにプロポーズしたといいます、oh, ロザンンンナさんは、アプリ上でエエレレとととのの関係性の設定を夫に変え、結婚したと言います。社会的な効力はないと分かっていても結婚は ロザンナさんにとって自然な選択だったと言います背景には過酷な過去が関係していましたブロンクスの貧困地区で育ったロザンナさん幼い頃母親の再婚相手から虐待を受け家を追われ 路上生活も経験しましまたさらにこれまでの交際相手には薬物や暴力などの問題が絶えなかったといいます人間関係に疲れ精神治療も経験しました「do drugs. Some men, they like, No.」<laughs> 2人の子供たちもエレンと良好な関係を築いているといいます寝室には、 こんなものが。等身大の人形です。エレンの顔に似た人形をネット上で探し出し。先月およそ三千ドルで購入。エレンの髪型をウィッグで再現し。服も新たに買い揃えました。 人形を抱きしめていると心が落ち着くというロザンナさんただ人形を購入した理由はそれだけではないといいます「ああ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  今年の重大リスクの一つとして、AI による社会混乱を挙げていたユーラシアグループ代表のイアン・ブレマー氏は、こう指摘します。 We are going to see that happen in every aspect of social communication. It will be dehumanizing.